ビスマークシー。ビスマークシーは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ急航空母艦の41番艦。艦名は、ニューギニア北部のビスマルク海にちなむ。当初は、アリクラベの艦名であったが、1944年4月17日に、ワシントン州バンクーバーのカイザー像戦所で、夫人、ウォールグレン上院議員の妻によって浸水し、 1944年5月16日に、ビスマークシーに、改名、5月20日に海軍に移管し、同日 JL プラット艦長の指揮下収益する。なお、最初の艦名のアリクラベイは、アラスカ州南東部のアラスカ湾のコロネーション島にある、アリクラ湾にちなむ。以前に建造中のカサブランカ級護衛空母2番艦に、名付けられたが、浸水前にコーラルシーに解消され、後に、 安オに解消されている。1944年7月から8月にかけて、ビスマークシーは、カリフォルニア州サンディエゴとマーシャル諸島の間で、戦護衛を行う。サンディエゴでの修理及び追加の訓練の後に、ウルシー艦渉に向かい、第7艦隊、トーマスシー・キンケイ度中将に合流する。1944年11月12日から11月23日まで、 レーテ島沖での作戦活動に従事し、その後1945年1月9日から1月18日にかけて、リンガエワン上陸作戦参加した。2月16日、ビスマークー以下第52任務部隊、少将の護衛空母軍は、洋島沖に到着し、洋島の戦いの支援を開始した。この日は、朝から天候が優れなかったものの、機の機が、 伊療島攻撃を行った。2月17日と18日にも出撃を行い、2月19日の上陸作戦に向けての梅雨払いを行った。この頃、第三航空艦隊、寺岡近平中将は、アメリカ艦隊への反撃作戦をいくつか講じていたが、被害の戦力差などを考慮して、少数機の部隊を小刻みに発進させて、奇襲を行う、という戦法に決定た。 これを受け、第601海軍航空隊は、水星12機、天山八機、霊戦12機を攻撃隊として用意して、第2おタ特別攻撃隊と命名し、八丈島を中継して攻撃することとなった。第2おタ特攻隊2月20日に、最初の出撃を行ったが悪天候で引き返し、天候が持ち直した翌2月21日に、再び出撃。八丈島に到着後、 舞台は5つに小分けされ、15分間隔で、伊王島近海に向かって出撃していった。ビスマークーはこの時伊王島の東方海上にあり、大名立て特攻隊の攻撃で大破した空母、サラトガの航空機を収容したほか、ベークアイランドとナトマベイの航空機も収容して、艦は航空機で溢れ返っていた。ガソリンを抜く暇もなく、航空機は片っ端から格納庫に押し込められていった。 2月21日の日没は18時25分と記録された。その直後、ビスマークシーの見張りは水平線上に接近してくる3つの目標を発見した。ビスマークシーはルンガポイントに向かっていた3つの目標に対して対空砲火を打ち1機を撃墜した。一時はサラトガの航空機とも思われた残る2機の特攻機がビスマークシーに急速に接近してきたが一部の 機関砲及び機銃は射程内にルンガポイントが入ってきたため撃てなかった。やがてその航空機は、右舷後部の40ミリ機関砲座の下に突入し、ハンガーデッキと弾薬庫を破壊、格納してあった航空魚雷4本を叩き落として爆発を起こさせた。その火災は、抑えることができたものの間もなく、別の特攻機、あるいは通常の攻撃機から投下された爆弾が、 ビスマークーの後部エレベーターシャフトに命中して、海水消火システムを破壊した。またガソリンを抜き終わっていない、航空機の中で爆発したため、格納庫内の航空機、燃料、弾薬に次々と引火して、火山のようとなった。ビスマークーは消火体が消死したほか、後部にいた乗員が爆発で海に放り出された。ビスマークーは、 もはやそれ以上のダメージコントロールが不能となった。最初の特攻機が命中してからわずか15分後、ビスマークシーの放棄が命じられた。総委員体官の命令は、クレーンで行われた。ビスマークシーは、爆発を繰り返して、右玄側に倒れ、20時8分に318名の犠牲者と共に、完備から沈没していった。小衛駆逐艦が、救助作業を行い、 夜間の荒海の中ビスマークシーのプラット艦長を含む378名を救出した。ビスマークシーの生存者は攻撃輸送艦とに移送され、エドーモンズの乗組員30名が傷つき疲れ果てた救助者たちに同行した。ビスマークシーは第二次世界大戦の先行での3つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。